回残念ながら連勝も9で止まりました。いろいろまあ記録も記録って言ってもね、チームの記録なんだけども、5月の20勝っていうのもかかってたみたいで、残念ながらできない、なかなかね記録っていうのはできそうでできないっていうのが記録なんで、その辺はまあしょうがないかなって。まあ、セーブも一生懸命やってるんで、今日はそうだね、チャンスは結構フォアボール出てあったんだけども、やっぱり1本が出なかったっていうのが一番の致命傷になったところで、初回のやっぱりツーベースで出たにもかかわらずランナーを進められなかった、まあ、今の勢いであれば初回に1点取ってれば、今の西武のまあ打線であればがつくけどね、1点先に先行してたらどうだったのかなと。あそこは中野がサードライナーじゃダメなのね、やっぱりセカンドゴロ、ファーストゴロを打ってほしかったなという、その辺がちょっとこう点数入んなかった。今までの勢いであればサードに進めてればノイジー大山でなんとかなったかなという気もしないではないですけども、この0点で終わったっていうのがちょっと今日のゲームの流れを変えたかなと。昨日なんかもまあ三塁打三塁打でね、すぐ2点取って阪神のペースでできた、これ初回に1点取ってたらまた阪神のペースでできたのかなと、まあ、思うような今の勢いなんで、それがちょっと点数入らなかったのがずる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 、本田君のまあまあいいボール投げてたし、カーブもいいカーブ投げてたし、なかなかこう打てそうで打てない感じのピッチャーだった。まあ4回で変わったんで、その後のリリーフもみんなそれなりにボールも力って、まあ縦の変化もいいボール投げた、まあコントロールはまあ大雑把だったけども、大事なところのフォークボールとかよくこう決まってたかなという感じ。西武の方にしたらまあゼロに阪神を抑えたんで、その中継ぎの光してた、まあフォアボールも出しながらでもゼロに抑えたっていうのが素晴らしかったかなという感じします。あと西の方ですが、やっぱり前半にポテンヒットってまあ僕らは言うんだけど、あれが出るってことはボールが高いってことなんだ。若いバッターが多いんで思い切って振り抜いてるっていうのでこう運ばれてしまう。あれがちょっとでも芯に近いと当たると、まあレフトフライセンターフライになるんだけども、コースもそこそこちょっと甘めの高いところであるために振ったらその野手の前に落ちたっていうヒットが多かった。まあそれが一番セカンドからホームに帰ってこれるヒット、勢いがあればホームはサードで止まったりするんだけども、そういう力のないヒットになってしまって、まあ、ホームまで帰ってこられたっていうヒット、これはもう本当に高いだけなのね、西のボールが高かったっていう、まあ、最後のとどめの鬼崎のヒットも初球のまっすぐ系か何か分かんないけど高くて一番手の伸びるとこに行って、まあ、4点目が取られたっていう、残念ながらまあ頑張って投げてたんだけどもやっぱり点数取れなかった。今日はまあそういうゲームになってしまった。前半のヒットの数でいくとやっぱ西武の方がちょっと勢いがあったのかなと、詰まりながらもヒットになった。んでまあ4点目のとこのそのフォアボール、川越に出したフォアボールがやっぱり富崎の2点のタイムリーになってしまったっていうのが、今日の勢いでいくとまあ点数取れそうになかったんで、そのまま負けてしまうかなっていう感じで見てました。残念ながら連勝も止まったんですけども、また明日から新たにね切り替えて、ゼロで抑えられたんで、まあ切り替えもできると思う。ピッチャーがノックアウトとかされたわけじゃないんで、その辺の切り替えをして明日まあ3戦目頑張ってほしいと思います。それはもう143全部勝つって結構難しいことなんで、連勝してりゃねいつかは負けるだろうってこともあるからね、負けてる時よりもまだいいけどね、負けてたらいつ勝つんだろうが結構厳しいからね。阪急の頃も十何連勝してる時に誰のピッチャーで負けんだろうっていう、そういう話にこうなっていくのよね。でもまあこの10連勝は本当にバッター、まあピッチャーも頑張ってたけども、そのワンチャンスの勢いで作った9連勝なんで素晴らしかったと思うし、今日は相手のピッチャーが良かったということで踏み入れて明日に切り替えれればいいんじゃないかなという感じします。これはもう本田君がピッチャーはもうなんていうのかな、ピッチャーいなくてじゃなくて久々の先発だったんで、そんなに長いイニングは考えてなかったと。で、いけるところまで行って、その4回の時にちょっとフォアボールとか出し始めたんで、まあ書いたと思う。もうそれはもう最初からもうそういうふうに決めてたと思う。たまたま今日は0点抑えてくれたから4回まで行ったけど、待ったらもっと早く書いてたかもしれない。見てる感じはね、もう1人くれと思ったのもあるけども、もうどこかわかんないけどね、1年ぶりなのかなんかわかんないんで、
もうイニング3イニングだ、3イニング4イニング、まあ決めてたと思う。本当はこれがまあ先発ローテーションまでいかなくても投げたらリードしてるわけだから、5回で勝ち星を上げようという気にはなるんだよね。ゼロに抑えてるし。そういうのも関係なく、いけるとこまで行って変えようっていう考えだと。これはやっぱり、常にこう先発してるピッチャーであれば勝ち星のつく5回までは投げさすっていうのになるんだけども、最初からもう3回なら3回って決めてたと思うよね。それがまあ0点の抑えてたから4回まで行ったと。これがまたローテーションに入ってくるかもしれない。それくらいのボール投げてるし、いいカーブ投げてるし、まあ、あのチェンジアップも素晴らしいし、結構落差があるボール投げてたんで、先発でも十分いけるかなと。今日はね、なんかそう、あんまりこう打てそうなイメージが出なかったんだけど、見てて、ちょっとまっすぐ系がやっぱり結構強いボールは、ファールにね、なってたんで、ちょっと、もともとそんな高めを打つのがうまいバッターじゃないんで、その、ちょっと緩む、半速球みたいな高めは強いけど、力のあるまっすぐ系は、ちょっと高めは前に飛ばせないっていうのは、今日のゲームで出たかなと。だから振ってるのは若干ボール気味のとこね、まあ、本人は悔しがってるけども、あれは、あの高さはヒットにならない。やっぱヒットが出てこないんで、その辺は今日はちょっと出たかなと。だからチャンスなんで、やっぱりちょっと強引に打ちに行ってるのもちょっとあったかなっていうのもあるんだけどね。最初の頃は、あのカーブをね、ベースの上に来るカーブの低くするやつは合わなかったんで、それをまあストライクのストライクのカーブはうまく、この前もホームランも打ったりしたけども、それがボールになるカーブは結構振ってしまう。ところも結構あの前半のところあったんでね。あんまり最近のあのピッチャー、カーブを投げるピッチャーがいないんで、やっぱカーブ投げる、まああれ広島の時だな、あのカーブ投げるピッチャーの時に空振りしだしたのが。あれを追いかけてるとまっすぐ怒れるよね。結構スピードの差があるから。ない。これは連敗だったら何か考えないといけないけど、連勝してての今日の1敗なんで、そんな深刻になることね、まあ相手のピッチャーが良かったと思います、済むことであって。ただ今日もその一本が出なかったっていう。で、いいと思うよ。結構みんなスッキリしてると思うよな、ゼロで負けるってことは。今日はやっぱり、まあ近本になるな。初回のヒット、まあ内野安打もあったけど、あの内野安打も点数入らなかったけど、でかかったし、フォアボールも選んで、あとはまあ梅野のツーベースしかないんで、佐藤もツーベース打ったけど、あれはもう当たり損ねのね、飛んだ場所が良かっただけ、まあ梅野のはしっかり芯に捉えたツーベースだったんで、その辺がまた梅野がしっかりしてくれれば、またこう勢い出るかなと。まあ今はだからもうパ・リーグでやるんで、ピッチャー交代がないんでね。しっかり今日みたいに、まあ、代打出ないで、まあ、7回とかも投げれるんで、まあ、その辺は打線のこうピッチャーのところがないんで、まあ、調子上がってくれば、梅野が9番にいれば、また1番、2番のチャンスがね、増えていくかなと思うんだ。別にそんな、まあ、悪くもないし、いい方にか入るのかなと思うな。追い込めてたし、まあ、もともといいボール投げるんで、それがもう極端にすごかったってこともないし、全然悪いっていうのもないし、1回と3分の1、まあ、しっかり抑えたかなと。勝ってれば何ぼでも増えるって、どこに行っても。神宮であっても、どこの球場でもみんなも寄ってくるから。西武よりも多いくらいだもんな、ライトの方が。そういう、だから今のチームの勢いや。だから阪神ファンはもういっぱいいるってことや。それを見たくて来る人が。こんだけ強かったらお客さんいくらでも来るし。まあ、やりがいもあるし、会社としても全然潤うしってことだからね。極端なことを言えば、お客さんの数で選手の給料を払うっていう、普通はそういう感じだからね。日本の場合は親会社は頑張って払ったりしてるけど。もともとはそういう考えだからね。やっぱりお客さんの入ったお金で、まあ選手の給料を払うっていう。だからもうとにかく入ってくれれば、会社としたらもう嬉しいよね。だから、まあ昔の話って言ったら、豊島の市民球場なんかやっぱり入んないから地方に行くことがすごい多かった。まあ地方に行った方がやっぱりしょっちゅうプロ野球来ないから、やっぱお客さんが入るから、球場の関係者の人が言ってたもん。俺が阪神にいる頃。反対に今、まあね、ああいうふうに松田球場ができて、まあ、女の人が多くなって、すごいいつも満杯になったら、まあ外に出なくてもいいし。
だから、阪急っていう、チームに最初いた頃も、やっぱ巨人、阪神が甲子園に来たら、阪急は地方に出ていく。行かざるを得ない。やっぱり全部甲子園球場に行くから。そういうふうな昔は、やっぱり人気、セリーグにあったんで、パリーグは人気なかった。巨人、阪神だけはもう、だから僕らの頃は3位シリーズって、3位の方に試合しに行ってた時期も結構あったもん。今はね、パ・リーグでも結構お客さんが入るから、あんまりないけども、ほとんどだからお客さんが入るとは自分どっから動かないよね。だから昔の西武なんかも出たことないよね。あそこから地方なんかでやったことないはず。仙台とかはね、これ東北で頑張ってもらってから東北地方、札幌もそうだけど、北海道回らないといけないっていうのはあるけど、やっぱり巨人なんかでも北海道とか、今はね、福島ってあの辺でやるようになったけど、お客さんの入るとこは、もう出なかったからね、そっから。だから阪神なんか今もう連勝中だから、ホームのチームは嬉しいよね。もともとね、甲子園はお客さん入るから全然問題ないけど、だから阪神なんか行かないでしょ、外に。京セラで高校野球やってる時は行くけど、阪神のホームで、岡山はね、いろいろあって、俺らも行ったことあるけど、その近辺だけだもんね。